はい、ありがとうございます。ローラさんいつか見てくれますかね。見るよってなるんじゃないですか。え、絶対見るよって。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。今多分離脱率9割いきましょう。海外の KTV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。お笑い芸人のふみんです。はい、公認会計士税理士の小山です。はい、お願いします。本日も Q&A のコーナーですね。いいですね、いいペースでどんどん来てますね。はい、はい、今回も質問どんどんいきますよ。ドン。はい、こちら、お、珍しい、香川県の、香川からドンキさんですね。ドンキドンキさん、ドンキさん、ドンキさん、え、本店本店です、多分、本店の方からかな。ありがとうございます。めちゃ勉強になりました。ありがとうございます。海外 FX 口座の税金対策などを解説してもらえるとありがたいですということをいただきました。これは、うん、いけますか、小山先生。もちろん当たり前じゃないですか。小山さん、ふざけんじゃない。小山先生、はい、めっちゃ勉強になりましたって。嬉しいですね。ありがたいですね、ドンキさん、ありがとうございます。しっかり見ていただいて、はい、海外 FX 知ってます。何か海外 FX っていうのは、うん、海外の、あの、お金の取引。まあそうですね、はい、あ、素晴らしい、素晴らしい、はい、さすがふみ、いいですね、はい、OK。 じゃあまずね、前提条件を理解すると、はいはい、まずね、これ個人でやってるってことでしょうね。個人か法人かっていうのもあるんですけど、うん、また個人の話で、はいはい、で次 FX も、国内 FX と海外 FX がありますよね、はい。まあ、国内だと楽天証券さんとか、はい、外為証券とかありますよね。 DMM 素晴らしい、当たってましたね。さては当たった、なんとなくやっとるな、これ。いやいや、やってないですけど。稼いどるな。 DMM ってなんか有名じゃないですか。じゃあ ローラさんがやってた、あ、なんか有名じゃないですか。ローラさん、いつか見てくれますかね。見るよってなるじゃないですか。え、絶対見るよって。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。はい、今多分離脱率9割いきました。海外の他のチャンネル9割流れました今の。いやいや、本当ですか。見て、帰ってきて、ちゃんと喋って、帰ってきてオッケー。はい、でこの方ね、もう多分、ドンキさんは、はい、あの、上級者なんですよ。なんでかっていうとですね、海外ってつけてくるってことは、はいはい、それなりの上級者でして、うん、これ国内だと実は源泉分離って言って、はい、そもそもですね、あの、所得税って個人だと累進課税でバーっていくんですね、はいはい、で、はいはい、株とか FX ってそもそも実は2割抜かれて終わりなんですよ、はい、今で言うとまあ20点ちょいちょいなんですけど、復興税合わせて、はい、で国内 FX はそれなんですよ、うん、いわゆる証券会社がもう抜いてくれてると。はいはい、で確定申告も実は楽なんですね、はい、実は海外 FX は分離課税じゃないんですよ、はい、何かっていうと、あの、総合課税、総合、もっとヒントを与えると、はい、仮想通貨と同じぐらいのジャンルに行くんですよ。お、仮想通貨覚えてます？仮想通貨は覚えてます。覚えてます、はい、いわゆる雑所得っていう、雑所得、ゴミ箱行きででして、はい、さらにそこで計算されたプラスとマイナスの残った利益、うん、税務上所得って言うんですけど、うん、そこが累進課税に持ってかれるんですよ。あー、思い出しました。なんか動画でおっしゃってました。 50% とかね、下は 10% 所得税がね、はい、で住民税がプラス 10% 一律かかれて 20% が下で、はい、上は所得税 45%、はい、プラス住民税が 10% かかれて 55%、はいはいはい、なんで稼いじゃう人から取ったらですね 55% 税金なんですよ、うん、でこの多分ね、ドンキさんも多分あり得る。そうだから税金対策をしてくれっていう話を来てると思うんですね、うん、対策はあるんですか。あります、あります。あー、すごい、はい、で一つが、まあ、海外 FX が雑所得なんで、はい、基本的にはここと、まあ、にあの仮想通貨とは似てるんですけど、はい、基本的には雑所得内では、あの、プラスとマイナスでぶつけられるんですよ、うんうん、なんで一つ節税策一つとしては、はい、まあ、海外 FX ではプラスだと、はい、じゃあ何か同じ雑所得内でマイナスを何か作ってみるっていうのは一つですね。あ、例えばじゃあ仮想通貨で含み損がずっとあると、はい、どうしていいか分かんなかったと、はい、じゃあ例えば FX でバコって上がった時に、はい、仮想通貨の含み損をあえて出すと、一回手締まりしてみる、はいはい、そしたらそこぶつけられるんで。なるほど、相殺できると。相殺してみるとか、はい、あとはじゃあ海外 FX でも A 証券はプラスだと、はいはい、でも B 証券ではマイナスになりますよね、はいはいはい、まあ、それはだからぶつけられるんで、はいはいはい、まあ、節税というのか、まあ、ちょっとそこは策ですね、そういうふうにしてみる、出来出ししてみる、損出ししてみるっていうのは一つですね、はい、なんで雑所得ってなんだろうっていうのを一つ考えてほしいですね。であと人によってはですね、例えば転売を事業とは言えないんだけど、はい、副業レベルでやってますと、はい、これも実は雑所得の区分に行くんですね。おお、なるほど。じゃあまあこれはあんまりやりたくないんですけど、はい、副業では赤字、ちょっと残念ですけどね、はい、があるんだったら実は海外 FX とはごっちゃんこできるんで、あー、ぶつけられる、はい、ただ一つアドバイスじゃないですけど、じゃあ海外 FX でバコバコ稼げるんだったら、はい、まあ、ちょっとね、いろんな次のね、あの、キャッシュポイント作るためにも副業じゃないですけど、その転売始めてみるとか、まあ、そういうのがあればその分の損は吸収できます。なるほど。
全部成功しちゃってる場合はそう、それはね、はい、あのいいじゃないですか、はい、それが本来あるべきだと思うんです、はい、そうなると実はもう特別な税制使うのが一番ベストで、はい、中小企業経営強化税制っていうのがあるんですよ。はい、繰り返しも言えなかったですもん、はい、中小企業経営強化税制、はいはい、これまあ知る人ぞ知る税制なんですけど、はいはい、それはプラス全部出てるじゃないですか、はい、基本的にはそのプラスの所得ってまあそのままいくと累進課税ですよね、はい、でその原資を例えば設備投資とかになんか当てるんですよ、はいはい、例えばじゃあ今の時代だとマイニング工場を作ろうと、はいはい、じゃあ1000万プラス出てた、はい、じゃあ1000万マイニング工場使うんですよ、はい、で普通はですよ、はい、その1000万のマイニング工場って覚えてます、はい、一発で経費に落ちるかっていうとですね、はい、マイニング工場って10年5年3年とかも落ちそうじゃないですか、はい、ってなれば基本的にはその期間に経費に落としていいよっていう減価償却みたいな。減価償却ですね、はい、ただこの中小企業強化税制を使うとですね、はい、その投資分で、はい、まあ、国が認めるまあリターン平均利回りが 5% とかって基準はあるんですけど、はいはい、生み出せるような投資なんだったらそうやって国のためになるよねと、はいはい、その分は経費に一発落としっていう、これ中小企業強化税制って裏技なんですよ。なんで僕がいつも仮想通貨でもこれでもお勧めしてるのは、はい、仮想通貨もそうですけどある意味当たっちゃった感じじゃないですか、はい、実業ではないじゃないですか、はいはい、でもし実業に入りたい人はそこで儲かった利益をそういった軽減税率とかその税制に使ってですね、はい、税金も落としつつ今後は事業家じゃないですか、マイニング事業者じゃないですか、そうですね、っていうのにやってもらったりすると、まあ、華麗なる転身遂げられる。なるほど。そうっていうのは一つもう究極の策ですけど、ね、究極の、はい、税金対策ってことです。そうでこれがですね、はい、一応平成31年の3月までが実は期限だったんですけど、はいはい、もうじゃないですか。もうですね。で実はこれまあいいまあ、税制だってことで、はい、まあ、今2年間延長が決まったんで、2年も税制対抗で、すごい、これ最近の話で、はい、トピックあの今国会通ってるんですけど、はいはいはい、そうなんでまだまだ使えるし、はい、そうなんですよ。で実はこれ公認解決税制が必須なんですよ、これをやるためには。おサポート入ってないと要は国も認められないんで、その安全性がっていう意味でそういう人がいればちょろっていきます。ああなるほど、合法完全合法。なるほど、うん、はい、これ、まあ、かなり熱い話、はい、じゃないですかこれ。そうですね、すごい。これさらにめちゃめちゃ勉強になりました。そう、来ますね、来ますね、どんちゃん。いや今回かなりもう一個あるんですよ。あ、わ、はい。で今これそもそも全部個人の前提で話してるんで、はい、これそもそも法人化したらって話がある。なるほど。個人だとさっき言った雑所得ってところにあってですね、はい、いわゆる雑の範囲内でしかプラスとマイナスぶつけられないんですよ、はい、だから難しいんですね。難しい。ただ今は今私みたいなねスペック高い人がいたら中小企業強化税制、はい、たまたま僕がいたからやれるだけなんですよ、はい、ね、あーなるほどですね。これなかったらそもそもこんなオプションないんで、助っ人がいるから、助っ人がいなければ、はい、じゃあ普通はですよ、とはいえでもプラスとマイナスって言っても雑とか言わずにぶつけたいじゃないですか、はい、例えば授業ではプラス、はい、雑所得ではマイナス、はい、普通はぶつけたいです。ぶつけたい。でもこれはできないっていうのが今の個人の税法なんです、同じバケツじゃないと、はいはい、法人だとですね、はい、そもそも雑とか授業っていうバケツがないんですよ。あ、もう1個のもう、はい、はい、なんで実は海外 FX プラス、はい、あマイナスもいいですよ、はい、授業がプラスマイナス、はい、当然ぶつけられるんで、はい、法人化しとくと全然オプションも変わります。あーなるほどですね。そうこれだからドンキさんに言いたいのは、はい、ぜひね個人で、まあ、あの FX やるのもいいんですけど、はい、もし本当にプロトレーダーなんであれば、はい、ぜひ法人化も一つ検討の余地で、そういった時もまたね、あの実際ハウトゥーはあるんで、あの法人名義の口座を持っとかなきゃいけないとかですね、はい、FX の、はい、そういうのもあったりするんで、まあ、そこら辺はねぜひぜひちょっと お近づきのねゼリスさんとかにちょっと相談してもらえたら、はい、いやかなり濃い Q&A になりました ね、めちゃめちゃ濃いっすねこれ。もうかなりこれ全部把握してくれたと思う、ね、ドンキさん、ありがたいですね。どうでしたでしょうか、ね、勉強になったと思いますので、はい、でまたこれを見ていただいたらコメントいただけると嬉しいです、はい、では本日は最後まで見ていただきましてありがとうございました、うん、バイバーイ。ありがとうございました。さあ皆さん、 KTV を最後まで見ていただきましてありがとうございます。そしてチャンネル登録、 LINE アット登録、高評価ボタン、 YouTube へのコメントよろしくお願いします。また見てね。